って言っいいんじゃないですか<あ>現在4年生の一人息子は塾に通っています、うん、塾のクラスメイトもみな公立中学を受験するらしく息子も自然にその気になっています、うん、ただたまに受験受かるかなと心配しています、うん、そういう時に何と答えてあげたらよいでしょうか、うん、いつもは受かる子もおるし落ちる子もおるし5年生から一生懸命頑張って勉強して 受かったらラッキーやし、落ちても恥ずかしくないし、正々堂々と皆と同じ中学校に行ったらええやんと言っております。うん、母子家庭などで私立を受験するつもりはありません。うん、息子の不安な気持ちが意欲的になるような声かけがありましたらご教授お願いいたします。あまあ、それは受験受験って言うとね、まあ、落ちちゃいすんの話も聞くしね、あの不安だと思いますけど、まあ、受験受かるかなって言ったら、いや、受かるように勉強したらいいんじゃないって言ったらいいんじゃないですか。落ち<あ>たらどうとか言うことないですよ。いや、だからそう、受かるから勉強してんでしょって、受かろうよとか言って、言ったらいいと思いますよ。